第16課来地書の今日は公示の6号ですね、はい、提出あり常に施せずと言います、はい、提出というのは持病ですね。あ、そうなんですか。持病があって、うん、その持病のために死ぬようなところまで行ってるんですけれどまだ死なない、常に施せずというのは死ぬことはないですよと。あ、そうですか、うん、しかしまあ持病があるからちょっと無理すればね、うん、ひょっとして死ぬような恐れもあります。なるほど。まあちょっとやばい状態ですね。提出あり常に必要というのは、はい、まあこれは大まかなこの行為の説明でございますけれど、先生方が非常にあの面白い解説をしてらっしゃいますからね、それを紹介します。はい、お願いします。本田渡博士からいきますね。6号はこの6号ですね。6号は楽しむの時にあたり入弱なに陰高ですね。これ、陰高ですから本来は基準の池は陽高でございますけれどこれは陰高ですからね、はい、うん、入弱なに陰高で相違による。相違というのは5号はこれは一番尊いですね。これなんですね。これ見てください。括弧が意味するもの。上項、五項、四項、三項、二項、諸項とありますね。この五項というのは、今に合わせると、首相ですね。昔だったら、ここが君主の地位ですからね。はい、一番尊位ですね。六項は尊位の地位。尊い地位、立場にあります。六号は楽しむの時にあたり入弱なみ陰高で相違におる。五号は相違ですね、はい、楽しみに沈黙している暗君である。楽しみに溺れきってるわけでしょうね暗君である。しかもすぐ下には九四という豪挙の大臣がいる。九四陽光ですね。陽光豪挙の大臣がいる。民衆は皆、九四について、自分にはつかない。ボンクラの暗君、なかなかですね、指導力もないし、尊敬、される言動もしない。ですから大事にみんなついてる。自分にはつかない。危うけせたる。故意に、あることは、しかし正しいと。しかし、福井が真に接せられていることは十分に等しい、うん、自分が暗君ですから、はい、民は従わない。民が自分の人の重心についてる、うん、それは非常に危険なことだ。危ういこう言ってますね。危うい形勢だ。福井にあることは正しい。杭自体にあることをですね、はい、この駅は否定してないわけですよね。生まれによってその地位にあるわけでございますからね、それ自体は正しいことだと、はい、しかし杭が真に接せられていることは十病人に等しい。そこで定にしてやむという、提出ある、提にしてやむという点ですね。けれども、外家の中央へ、これが外の家、外家ですね。これが内の家、内家ですね。この外家の中にいるわけですね。あ、そうですね。中にいる。けれども、外家の中央へ、この国の権威はまだ滅びていない。うん、故に急には滅亡することはない。常に施せずというのはそういう意味だと、うん、病気化してあるがいつも死なずに住んでいる人のようなもの。常に施せずという、病気化してあるがいつも死なずに住んでいる人のようなもので常に施せずという。騎士とか卿とかの判断は下していないが身のイメージの中に呼びているであろう。
帝室は立念してるということで、キリストが教とか言ってませんね。まあそうですね。そのイメージの中でちょっと判断してください。うん、と言ってもと言っております。占ってこの子を得れば、人に見捨てられ、急に滅びないまでも規則永遠の状態が続くであろう。注意を踏んで進めよ。規則永遠の状態だと。今にも倒れそうな状態であるけれど、倒れて死ぬようなことはない。不正なことをすれば行ってしまうよと。慎んで身を正してください。うん、こう言ってますね。規則永遠の状態が続くであろう。重要を踏んで、重要ですね。はい、ことの重要を踏んで、慎まよい、うん。こういうこと言ってますね。鈴木義次郎博士のところへ行きます。6号は位は正しくないが、そうですね。本来の位は陽光ですけれど、陰光でございますから、位は正しくない。中の徳を持っている。外科の中ですね。真ん中ですから、中陽ですね。中の徳を持っている。入弱の君主、世の時にあたって、つまり喜び、楽しむ時が世でございますから、世の時にあたって、平和、安逸に溺れて、改めようとしない。困った持病である。しかし、中の徳があり、また災害に九四の傍直の心が、これを正し、すぐているので、つまり傍直の君主が、この場合ね、安庫を支えてね、うん、国を全うしておるから、したがってですね、保湿はなかなか治らない。保湿、持病はなかなか治らぬが、死ぬようなことはない。すなわち、権力はなくなっても、天使の位を失うようなことはないだろうと、こう言ってますね。つまり、権力は実質的には、重心のところに移ってるか、移ってる。うん、しかし、位を失うことはない。つまり、進化に位を散奪されてね。あ、そういうことはないですね。位がなくなる、うん。そんなことはないだろう。なるほど、なるほど。進化のものも、位を狙ってね、暗君をですね、はい、殺すようなことはないだろう。それなりに支えてくれるだろう。従って、天使の位は失うことはない。そのためには、中央の徳を守ってね、身を慎みなさい。こう言っておりますね。なるほど。では、赤塚清先生のところへ行きます。非常に簡明ですね。そうですね。入弱で、中央を抑えることはできないが、中道を守っているので滅びない。なるほど。中央の重心が、実質的な権力をしているけれど、自分は、天使の位にあってね、それなりに重心に、まあ、尊重はされているわけですよね。うん、そういうことですね。重心の位いったって、重心いったってですね、天使があって重心ですからね。うん、したがって天使は天使として支えているわけですよね。うん、したがって中道を守っているので滅びない。中の徳がありますからね、はい、外科の中でございますから、中道を守っているので滅びない、うん、こう言っておりますね。滅びそうだから滅びないということですよね。高田真嗣博士のところへ行きます。陰柱巨尊、陰柱というのはね、陰光ですね。巨尊というのは五光ですからね、総意にあるわけですよね。国家であれば首相、会社であれば社長、家庭では知事、都道府県では首都、人体では胸、背、顔面では目、家屋では天井、これは五行の石ですね。陰柱巨尊、しかも九四の五の上にいて楽しみに溺れている。低質、常病があるようなもので全然とは言えないが、まあいつも死なずに済むほどの状態である。こう言っておりますね。感銘ですね。突き放しておりますね。今井宇三郎博士のところへ行きます。六号は陰柱で総意にあり、
高田先生と同じ説明ですね。陰住で尊位であり、世に、世と喜びですね。喜び楽しみに、端的している君子である。尊位にあって、神聖であるが、急恩に制せられる執行がある。つまり、自分の権力が自分で行使するんじゃなくて、いわば棚上げされまして、権力が合心のところに移ってるわけですよね。それは宿ですね、病気ですね、病気にかかっているようなものである。定性の家に久しく資することはない。まあ身を正しく思って修行のところを守っていれば死ぬようなことはないと、こうおっしゃってますね。まあ、ある意味幸せですよね。そうですね、うんうん、はい、では今日は簡単でございますけれど、はい、この講の解説は以上でございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。